お金のイメージってちょっと悪い、なんか少しでも未来だ、人生の充実、時代が変わってんのに生きていくことはできるけど、生きることしかできない、人生がかかってくるお金を作る。の渡辺義明です。株式会社フェリーチェの金田ひな子と申します。株式会社ロンドの甲斐典之と申します。普段はサロンワークをしながら、あとはまあ YouTube だったりとか、こういった、金融教育授業もメインでやってます。松江区サロンの経営やアイブローの技術講習のプロデューサーなど、活動しておりまして、金融教育事業者としても、セミナー活動やご相談業務などさせていただいております。主に美容室経営とアイラスサロンの経営をしております。お金のイメージってちょっと悪いじゃないですか、でも悪いけど、まあなんか悪いからなんか騙されるとか意地汚いというか、なんかそういうイメージって皆さん大体持たれてると思うんですけど、でも結果的に一番大事って大体の方が思ってるかなと。まあ僕ら美容師だって美容業界にいて、まあ将来に対してまあみんな不安持ってるけど、向き合ってる人ってなかなか少ないのかなと。一番大事なくせに、なんか違うものにが大事っていうふうに思って、お金は心の底ではね大事と思ってるけど、なんかみんなの前では大事じゃないっていうふうに言ってるから、でもそれってちょっと間違ってる部分もあるかなと思って、まあ自分はそういうことを学びたいっていう思いで入りました。入りましたっていうのもおかしいですね、まあ、興味関心持ってちょっと学んでみようっていうところですよね。っていうところからそうですね、まあ、勉強スタートしたかなっていう、はい、いつぐらいですかそれ。だいぶ早かったですよ。それこそ20代前半ぐらいからなんか興味は持ってて、いろんなものに話聞きに行ったりとかっていうのはありましたよね。私はやっぱりお金に対して考え始めたというか、向き合うようになったきっかけは24歳の時で、私の場合は離婚でしたね。やっぱりそうです。いわゆるパートナーがいて、その時は私はまだいわゆる子育てして、寿退社をして仕事してなかったんですけど、やっぱり自分が世帯主になって仕事をしていかなければいけなくて、私は当時正社員でも手取り13万円だったんです。私短大卒のキャリアで、やっぱりそれを考えた時に、娘と自分は生きていくことはできるけど、生きることしかできないんじゃないのかなと思って、私その、まあ、23歳の時ってその美容業にまた携わってなくて、そこからきっかけに美容業界にも入り、まあ、そのお金の勉強もスタートしたんだけれども、逆に2人はもうね、美容専門学校に高卒から入って、多分私と同じ24歳ぐらいの時でも美容師さんになってたと思うんだけれども、やっぱりその収入面でいうと10万円台前半か20万円まで最初ってもらえないですよね。最初アシスタントやったら僕の時代で12万でした。だからやっぱり同じぐらいですよね。嫌だったから、どうしたらいいのかなっていうので、まあ、どうやったらお金増やせれるんだろう、稼げるんだろうっていうところで興味を持って学んでいこうとか知っていこうと思いましたね。街をランニングしたりしてた時に、はい、こういろんなすごい建物があるじゃないですか、これ持つってすごいよなとか、これって誰のものなんだろうなとか、そういうのをなんとなく思ってて、こういうのって自分では持てんのかなとか、そういうことを考えてると、あ、じゃあやっぱ結局お金が必要だよなとか、そういうのってどうやって生み出してんだろうなとか、そもそもお金持ちだったのか、いやでも最初からそれっていうだけの人じゃないばっかりじゃないと思うんで、だからそうなってくるともっと勉強しなきゃなって思ったのが最初のきっかけ。お金ないし、でもまあその最初の僕ら多分美容師を目指した時の目的って、まあお客さん売り上げ上げて、でもぶっちゃけお金持ちになりたいみたいな、なかったっすか。ありましたね。なんかそうあって、なんかそう、うん、売り上げ上げてとりあえずお金持ちになって、なんかいい車乗って、いい家住んで、そういい、ね、女性と遊んでとか、なんかそんなの考えてたのはあるんですけど、でもそれって20代とか、まあ、30代前半後半ぐらいじゃないですか、ってなってきた時に、なんかその時は全然いいかなと。でまあ今30代後半になってきて、じゃあ40、50ってなってきた時に、じゃあ20代の働き方って多分できないと思うんですよね。でそうなった時に、じゃあ
オーナーをやってみたりとか、いろんなビジネスちょっとねこう手出して、やられる方っていうのは、まあ、そこで成功されると一握りだと思うじゃないですか、うん、ってなった時にお金の勉強だったりとか、まあ、将来に対してね多分年齢重ねれば重ねるほど不安になっていく、うん、まずこういうことを知っていると、はい、まあ、将来に対して、まあ、出口戦略というか、はい、将来この年代になった時にこれぐらいのお金があったら安泰だよねっていうことだったりとか、まあ、こういったこの仕組みというか流れっていうのを知ってるか知らないかで多分全然変わってくると思うし、で特に美容師っていうのはね退職金だったりとかってないところなんかほとんどだから、うん、自分らも今美容業界にいるし、まあ、対策になったらいいと思うし、まあ、そうなることによって、まあ、スタッフが、まあ、もうちょっと美容師にこう何ですかこう打ち込めるというか、本当に多分好きな人が多いと思うので、なんかそれのこう手助けじゃないけど本当にまあ美容師が大好きっていう思いをずっと持ち続けるような美容業界になればいいかなと思うので、なんかそれをつなぎたいなっていうのが僕個人的にはあります、うんうん、でみんなもやっぱり私も含め、うん、技術ハサミだったり私だったらツイザーを置いた瞬間、うん、極論やっぱ稼ぎがゼロになる職業でもあって、うん、上は上で青天井もいけるけれども、やっぱその落差にね、うん、常にこう不安と希望のこう対極を合わせ持って進んでいってる感じだから、うん、なんか少しでも未来だったりとか自分たちがやってることに対してこう安心したり、うん、ね、できるようにするためにやっぱりこの技術職っていう素敵な業界でありながらも金融っていうもの、まあ、お金の教育っていうものを身につけてたら、まあ、自分がやるべき道だったりやりたいこともより突き進んだりとかしていくこともなんかできるのかななんて思うから、まあ、そのできればニコイチでというか、うん、行きたいとこですよね、やっぱり、うん、人生の充実ってやりたいことがやれることだと思うんですよね、うん、まあそうだね、うん、でもそれをやり続けてった時に生活をしなきゃいけないっていう大前提があって、うん、はい、だんだんそれがやりたいことをやってたのが生活のために働くに変わっていっちゃう人はすごく多くて、生活っていうのはあくまで土台作りだから、土台作りをそういうお金を学ぶことによって安定してできることによって、やりたいことをもう30になっても40になっても50になってもその時その時にやりたいことがやり続けられるっていうのがすごくあの人生の充実になるからこそ、うん、その土台作りでお金の教育っていうのが必要なんだろうなっていう、うん、貯金するか保険ぐらいしかないじゃないですか、うん、っていうのがもう当たり前みたいな、うんうん、将来のね備えとしてね、株とか例えば不動産持ってるなんか金持ちのイメージみたいな感じですけど、はい、でもね先進国のイギリスとかアメリカの人たちっていうのはどちらかというとそういう考えじゃなくて、預金こそ大丈夫ですかっていう感じじゃないですか、はい、向こうは投資だったりとか、まあ、株式でも何でもそうですよね、うん、がやったりとか、まあ、保険医療もあんまり充実してないですね、日本人みたいに。だからそういった医療保険もそうだし、っていうのにまあお金を費やしてて、だから大体日本人ってね、資産の 50% は貯金する、うん、はい、でもアメリカ人だったらそれの 10% ぐらいしか貯金で持ってないっていうのが現状だから、まずそもそもお金の考え方知らなさすぎるっていうのは日本人、そうですよね、そこをまず分かっていかないとまずいのかなっていうふうには思いますよね。子供の時とかの CM って24時間働けますかみたいな CM の中で育ってきてて、親とか見てもとにかく働いてるからお金を増やすとか将来のために何かをするっていうと、まあ今でもそうなのかもしれないけど、やっぱり労働時間を増やすかダブルワークとか、やっぱり日本人はその何かをする対策がお金を増やすためってとにかく自分が働くことしか考える選択肢がそもそもないのかなっていうところもやっぱり海外と違うのかなって。早くから夜遅くまで働いてる人が悪いってわけじゃないんですけど、それはそれですごいなっていうところですけど、やっぱ仕事だけの人生で果たしていいのかっていうところもあるし、あとは日本ってそのお金の教育がないけど海外はあるっていうところの違いもまあやっぱ絶対的に大きいし、昔はあのそれこそ1990年頃まではあの預貯金で金利が 8% ぐらいありましたとか、だから貯金ってしてた方がいいよってなってたし、それはそれでその時の時代はやっぱそれが正解だったし、でも今ってそこがやっぱ変わってきてゼロ金利マイナス金利ってなってきてるし、だからそのままの教育をそのままやっていくはやっぱ時代が変わってんのに
なんか僕らはそのままそれをやってるっていうのがちょっとズレが出てきちゃってるから、また改めてやっぱ考えていかないといけないし、その教育がないのであればやっぱそこで学んだ人がやっぱ伝えていくっていうことが大事なんじゃないかなっていうのを最近思っております。何をどうしたいかっていう目的をまず見極めましょう。知識さえちゃんと知ってればそれがあの騙す騙されるじゃなくて、ちゃんとしたあのお金、もう黒いお金じゃなくて、もうちゃんとしたクリーンなお金として。